もう一気にからすごい数字でした。これはこれで見てて楽しかったです。アルバルク東京対信州ブレイブウォーリアーズの試合です。土曜日ゲーム1 65対58、ロースコアゲーム、制したのはアルバルクでした。勝ったアルバルク側、トップスコアラーは田中大輝16得点、増えたのがサイド13得点、ロスター11得点となっております。サイド11リバウンドでダブルダブルを記録しております。信州側です。トップスコアラーはマクヘンリー18得点、続いたのが岡田優太13得点、マセル戻ってこれました12得点です。でマクヘンリー13リバウンドでダブルダブルを記録しております。はい、いやでもやっぱり俺たちがアルバルク東京だですよこれは、うん、はい、ロースコアの展開、信州狙い通りだと思います。ただロースコアでも勝ちきれるよっていう強さを見せるのがアルバルク東京でした。はい、いやそこはロースコアは俺らのお箱でもあるよって言わんばっかりのディフェンス合戦で、ディフェンス合戦の中で個の違いを作れるのはやはりアルバルク東京というチームなんですよね。はい、まあ、田中大輝、ライアン・ロシターを中心にもうとにかく相手のペイントを無理やりでもこじ開けていく、はい、ディフェンスをこじ開けていく力っていうのがやっぱり1枚も2枚もアルバルクが上手でした。信州ももちろんよくディフェンス頑張ったんですけど、やっぱりチームとしての質がアルバルクの方が上だったなと思わざるを得ない試合です。はい、まあ、単純に強かったと言える内容のアルバルクだったんじゃないかなと思います。はい、コウさんどうでしょうか。はい、これはもう本当に守り合いで明日、まあ、4ピリは点入る、お互いに入る展開になったんですけれども、この展開で押し切って勝つっていうのがなんかすごいなと思いました。いや、なんかザ・守り合いっていうゲームで面白かったです。うん、まあ、守りたい守りでっていうね、このハーフ、この試合のハーフタイムかな、うん、いや車椅子バスケットの選手が、あ、はい、ありましたね。なんかそれも交流増えていいなっていうのがすごい思ってました。はい、いや、ハーフタイムもなんか席から離れられない人が多かったみたいです。そうですね。はい、